D テクノメディアマジック。ニューパズマスさん新品卒業計画。はい、今回もやっていきたいと思うんですけども、ストーリーがですね、90まで来たので、90まで行って、で、多分、これでもし星3コンプできれば、ガチャが引けるので、10連できるので、引きたいと思うので、なんとかここ、星3で行きたいと思います。さあ、行こう。俺たちの世界へ。行けるかな？うわぁ、うわぁ、なんてこの鉄壁。あの壁じゃないんだからさ。あの巨人にできた壁じゃないんだからさ。硬そう。これは硬そう。ここまで惚れたのはいいけどさ、問題はここからなんだな。ここは惚れた。で、どっちから攻めるか。よし、こうしよう。ま、同時に発動できるね。お前ならできる。これはブラザー一緒に歌うかい？すごいね。これはあーでもこれしちゃうとこれになっちゃうし、あーは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 ー、うーん惜しいな。ならこれだ。で、こうだ。これで1個獲得。下はいいものの。こっから。ふぅ。一回掘削しなきゃいけないんだよな。もう一回叩かないといけない。じゃもう一個、そうだ、もう一個も取らないといけないんだよな。とりあえずこれは持っとくか。スキルでなんとか挽回できるか。ブラザー一緒に歌うかい？あはは、みんな強いね。こう開いてみたものの間違ったかな。間違ったね。これはお積みだね。惜しいね。
悲しいぜ。ある程度はできたんだけど。お、もらったハート全部使い切った。またもらわないとな。本当ありがたいです、フレンドさん。あ、作れたぞ今。作れたのに見落とした。早めに作った早めに食わさんと後が詰まるんだよな。一回壊したけど、あ、塔、もう一個塔、思った以上に遠かった。注射ドゥン。お前ならできる。縦か。あ、これならいけるな。ほう。カニナツ。有効活用したい。何色を消せばいい。まずはこれで考えよう。さすがカラマツ兄さん。多分これ爆弾使った瞬間に解放しちゃうな。これ神松が解放しちゃうな。考えているのか。もう使ってもいいか。2個目ゲッツ。で、中止ます。全部して。さすがマイブラザー。そっちだな。問題は。ここがそっちが鬼門だな。どうしようか。消し方まずかったな。これじゃな。壊せないんだよな。この一手でなんとかなる。なんない。悲しいぜ。亀裂は入れれた。入れれたらダメなんだな。俺たちの世界へ。おーおお。
これは。そっち行ったか。壊せるか。ドン。よしよし。注射。見せてやれ十始末。うん？今度こっちか。どっかない、どっかないか。あ、あー、一個、一マス足りない。これ二つ消したら消えないかな。お、亀裂が入った。よし、いった。よし、クリア。はあ、よしよし、なんとか。これでガチャができる。よし、コンプリート。あ、ストーリーだ。あとライジングしてるね。チョロマツ様。ライジングしてる、ライジングしてる。なんか後ろにモクモクなんか出てるんじゃないの。あーあーあーあああああ、まずいまずい、これはなんか後ろに出てるな。頭だけなんだよな。よし、あ、もうそんな星いらなかったな。ジュエルもらうのに。よし、よし、そんな、お、惚れ薬。ゼスリマッスル、ゼスリマッスルかな。チョロマツ兄さんはああいうのが好きだったんだね。気づかないと。
これブーメランじゃないか。もうじゃないじゃん。めんどくさ。なんていうか薬。さすがの金持ちさんもちょっとドキッとしてる。危ないイニング。出発進行。今しない。お、新しく91まで来ましたよ。でも目的はガチャ。ガチャ。これですよ。ルシファー。これが欲しかったんですよね。ちょっと気になったんで。ちなみにチェリーは今、あ、100。114もある。とりあえずチェリーはやりましょう。チェリーガチャは確実にどれかがもらえる。激レアか。ちょろ松兄さん。あーあー、そういうことなのね。本読んでたね。じゃあこれ見てください。全部無償です。なんとかかき集めました。できれば虹、何でも、どのキャラでもいいから虹、一体しかいないから、一体でもいいから虹来て。サイクルシファーじゃなくてもいい、虹来て。頼むぜベイビー、頼むぜベイビー。あ、お、お、お、カラマツニさんの演出なんだけど。あ、虹来た、あった、よしよし。おそます兄さん、囚人。見てるね。ごめんね、かぶっちゃった。カラマス兄さん、囚人。痛いな。ちょっといいだね、これ。舌出してるね。金は何なの。TGC か。ルーレットかな。中止末と一緒のスキルであれば。の、蝶々トッティ。さあ、虹は誰。超激レア。そう、それは俺にふさわしい。カラマツ兄さんなのか。他のキャラクター来てほしかったな。自分のアカウントどうしてカラマツ兄さん多いんだろうね。はあ、じゃあ持ってる。ごめんね、かぶっちゃった。あ、もう一個金が来てる。なかなかの。あ、だからかぶったか。しかしチェリーをゲットだ。自分のアカウントはどうしてなの。ごめんね、かぶっちゃった。せめてトッティでも来てよ。ふんふん。こうなるとちょっとスキル見てみましょう。推しに合わせてくるのかな。そういうわけじゃないよね。メインとサブ関係するわけじゃないよね。新規囚人お粗末、退場の罪。なんだよこんちくしょう。ちょっとここは飛ばして次。チョロマツ兄さん、チェリー自家発電ザブロ。
間発電ザブロ。あ、ちなみにスキルは？スキル何なんだろう。ブロック1個を爆弾ブロックに変換。状況によってはいいかもしれない。あ、やっぱり、メガネランウェイ。ルーレットブロックね。ちょっとこの空気に耐えられない。脱がないでよ。十島塚かぶって、トッティが2人でだ。舐めないでよね。これなんて読むんだろう。カムっていう字なんだよね。カムっていう字と、これな、読めないな。感じに弱いな。ルンルンダンス。まず僕から先に行かせて。じゃあ飛ばしたカラマツ兄さん見てみましょう。まずは新規の、慈愛の罪。これが俺の生き様。バーンって言いそうだな。ルシファ。裁きの剣。選択ブロックを箱ブロック縦にして発動。俺の真の力を見せよう。ほう、ちょっと。一気に進化させてみましょう。進化した俺。ちょっと顔つきがおとなしくなったかな。俺の真の力を見せよう。よし。あーっと、なし、ギリギリ、ギリギリ足りるわ。残り1個になるわ。さ。うん、髪の色が変わった。ちょっと、使ってみたいな。じゃあメインにしよう。俺の出番か。ハーブどうしようかな。もう進化してるキャラしかいないからな。トッティが、でもな、トッティ持ってないからな。ちょっと一箇所やってみたいと思います。この状態で。果たしてクリアできるんだろうか。いつもと感覚違うけど。さあ行こう、俺たちの世界へ。うん、見た目がすごいね。ブロックか、どっちかだな、壊すとしたら。これは、下に下げたいけどな。まあ、いっか。どうせ壊す対象だから。どうしようかな。これか。で、これ。ここでしょ？あと1でスキル発動するの。もうスキル見れるんだ。でもな。壊せるのがないんだよな。しゃあない、使おう。よし。どんなスキル？縦だよね。
力を見せよう。さあ、センタップした基本ブロックを箱ブロックに変換し、縦に変換して発動。縦に変換ね。じゃあ色が多いこっちかな。今勝手に消えたけど、ちょっとよく見てないな。どういう風に消えたのかよく見えなかったな。そして訪れが発生。なんで訪れするんだよこんな時に。下に下げたいんだよな。だから粘ってはいるんだけど。いや、なんか来なかった。あ、今神松発動できたな。やっちゃったな。わあ、青がない。こりゃピンチだね。あ、今発動した。なんという失態。はあ、ちょっともう一回見てみましょうね。ちょっともうちょっともうちょっと見ないとわからない。どんな風に消えたのか。今回ちょっと厳しいな。なんとか種作ったんだけど崩れたな。もうこの進めよう。お前ならできる。ここでしょ。もう一回縦見る。縦に変換して発動するんだ。あ、するんだね。発動しちゃうんだ。ははは。はこれでも離れたところ壊せるからすごい楽。ただしピンチなのには変わりない。延命できるか。
明できるかこれ考えているのか。延命できないなこれ。あった悲しいぜ。なるほどね。クリアしやすくなる場面もあるということで、これ裏でやります。で今回ガチャ引いたんですけど、またカラマツ兄さんの虹でした。というわけで今回はここまで。